こんにちは、コミです。今日はこちら、珍しいですね。ここでちえちゃんが来るっていう。前に編んでますコットンライクのバッグ、この赤いところを、全部中長編みなんですけど、ここは鎖を入れない、方眼にしない段にしたんですね、赤いところ。そしたらなんかちょっとこの幅が違っちゃうっていうのかな、やっぱり鎖編みじゃないという意味で少し、質感が変わるっていうのかな、幅が広くなるっていう感じがねして、どうしようかなと思ってここら辺で止まってたんです、前回の撮影の後で。ほどこうかなってこの間撮影の時には思ってたんですけど、なんかやっぱりこの茶色と赤の組み合わせがね、前もトモリンネット編みのポーチ小物入れみたいなの編みましたけど、やっぱほどけなくて、じゃあどうするってなって、で今回はこの赤いところも同じ編み方にしたんですね。ここは鎖編みなしの中長編みなんだけど、ここは茶色のとこと同じ編み方にしてみました。だからちょっとこれでもうちょっと編んでみようかなというところで動画にしたという感じです。このやっぱり色の配色がちょっと私好みなんですよね。なのでほどけなかったっていう感じです。でね、小さめの袋なんですよね。あ、袋にしようかなと、また手下げみたいなのって思ってるんですけど、これ編み始めるときは私なんて思ってたんだろう、手下げにしようかどうしようかっていうのは思ってたかどうか忘れちゃったんだけど、この間7月1日以降レジ袋が有料になりましたよね。その後にコンビニに行った時に、もちろん袋は持ってたんだけど、そのカバンの中から、まあ私大体スーパーの袋を使うんですけど、折りたたんで入れてあるやつを、それを出して、そのレジのところでしまってっていう、その作業が、あ、これね、普通ならレジ打ってる間に、打ちながらお店の人がその袋に入れてくれてっていう流れがあったけど、あ、これなくなるんだその流れがって思って、で買う側も、私がそれ初めてだったからなんだけど、待っちゃってたっていうか、もうお金のやり取りの間っていうかな、ピッてやったらもうすぐ入れ始めればよかったんですよね。なんかそんなことも私ができなかったのもあるんだけど、あ、これなんかすごい時間かかっちゃうって思って、まあ小さい袋だと大きいものが入んないんだけど、こういうコンビニでちょっと買うみたいな時にこういうのを持って行ってサクッて入れれるみたいな、そういうバッグがいるなって思ったんですよねいるなっていうか、もうこういうのじゃなくてもスーパーの袋でもレジのところですぐ出しとけばいいんですけどね。なんかって思ったんです。ちょっと衝撃だったんですよ。だからまあちょっとその近くのコンビニに行くっていう場合にはね、こういうちっちゃい袋とお財布と持って行くだけでいいんじゃないのってちょっと思ったりして、まあこれを本当に使うかどうかちょっとわからないそう言っちゃったらあれだけど、でもそういう風に使えるなーって思ったら、ちょっとテンションが上がって、よし編むかってなったっていうことなんですよね。この動画で出来上がるわけではないですけど、そういう気持ちになって、よっしゃ、じゃあ編み続けようって流れになったっていう話ですなんかどうしてるんでしょうか皆さん。コンビニ行かれますかね。その7月1日以降のコンビニでの会計時のそのスムーズさっていうの、
どういうふうに、まあお店によってもしかするとなんか商品詰める台が用意されてるとかあるのかしら。店舗によるでしょうけど、すごくお客さんがたくさん来るところ、駅とかあとその職場の近く、会社とかの近くとかの朝と昼のラッシュみたいな時、そういう時ってどうなってるんでしょうね。なんか想像すると怖い。袋だって有料の方ももちろんいらっしゃるでしょうけど、有料っていうならもうね、今まで通りそのお金がプラスになるけど、そこで詰めてもらってみたいな流れなんですよね、きっと。でも持ってきた袋ですってなったら、そこで詰めるんですかね。なんかちょっとね、その衝撃が頭の中に残っていて普通のスーパーとは違ってね、スーパーだったら買ったものを詰める台があるから、まあそこに移動すればゆっくり詰めてっていうことができるけど、どうしてるんだろう、すごく忙しいコンビニってって思って、そこがすごい気になっちゃって。そういうその有料の袋が始まってみて、こういうところがちょっとスムーズじゃないから、こうお店の配置をこういうふうにしてみようとか、そういうことが今後ね変わっていくんじゃないかとは思うけど、その変わりたてっていうのかな、過渡期みたいな時っていうのはやっぱりどっちもあわあわしますよね。お店側もお客さん側もすごい気になっちゃってて。でもちろんあのね、お仕事の間に買い物に行く時に、コンビニに行く時に袋を持っていこうっていうのを忘れてしまうっていうのは、もうこれは大いにあり得る話だろうみたいなところはありますよね。どんな便利グッズが出てくるんだろうとか、なんかそんなこともちょっと考えちゃったりします。有料袋が当たり前になってくると、きっと100均だったりとかいろんなところでこんな便利グッズがみたいなものとか出てくるんじゃないかなみたいなね。そう、そしたらね、もう手作りされる方もたくさんエコバッグとかは編んでると思いますけど、大きさをいろいろ作ってみるとかね、洗い替えとかもね必要ですもんね。洗いましょうっていうのもいろんなところで聞くし、まあ自分はこういうの持つけど、男性陣がこういうの持つっていうのはなかなかハードル高いですよね。忘れがちっていうか、あとデザイン的にこれはちょっと持てないとかこういろいろな葛藤がありそうな気がしますよね。はい、じゃあちょっと飲み物に行きます。今日のコールドカップ、紅茶です。ちょっと色濃いですけどね。ちょっとね、まだ何段ぐらい編むかとか考えてないんですけど、で持ち手もどういう風にするかとかも考えてないんですけど、赤で持ち手にしたら可愛いかなとかなんとなく思っている感じです。編まない持ち手もありかとか、ちょっといろいろ家にどんなのあったっけなとか思い出したりしてみてるんですけど、まあまだちょっとこれにするっていうのは決まってない感じです。だから赤にするっていうのも、赤にしたら可愛いかなぐらいな感じで、赤にしようまでは持ってない感じですね。ほんとほどくかどうするか迷ってた感じだったんですね、この間の動画の後。最初の赤いところのこのなんか端っこがポコってなっちゃってるところがやっぱり気になって、どうしようって感じだったんですけど、これは中長編み鎖、中長編み鎖という編み方で、
往復編みにしている感じなんです。そんなにすごくは伸びないと思うんですよね。で、もう大きさ自体がそもそもそんなに大きくないから、なんかスーパーとかでいっぱい買ってエコバッグっていうのにはちょっと物足りない大きさなんですよ。だからコンビニっていう風に思ったんですけど、まあでもポシェットとかじゃないね、やっぱ手提げの形かな。形的にはね、作るとしたらこれ。この間ダイソーでこう衝動買い的っていうか、まあそれでも1個だから可愛いもんだけど、このコットンライクの茶色を買ったんですよね。その時確かね、赤はなかったんですよ、その店舗。赤があったら赤も多分買ったと思うけど、それぐらいちょっとこの赤と茶色っていうの、この組み合わせ、そしてコットンライクも気に入ってるんですけどね。これで編んだからほどいてなかったって感じですね。この色じゃなかったら多分ほどいてた。なんか逆にここだけちょっとアクセントになるかなとか、自分に言い聞かせながらほどかないでもいいような理由を考えてるっていう感じです。なんかね、大きい袋にすると肩にかけれるようにっていう思いで、持ち手を長くした方がいいんじゃないかって思ったりはするんですよね。重たい荷物を持つとしたら肩にかけたいから。でもこのぐらいの大きさだったら逆に肩にかけたら変ですもんね。となると持ち手も短くていいのかってなると、ちょっとそのいつも作るような袋、手提げとちょっと違う感じの持ち手にもできんのかなーとか思ったりもしてるんです。まあだから今いろんなことが頭の中にあって、何一つ具体的に決まってないという感じなんですけどね。とりあえずここでこれ実は編んでます的な動画っていうのかな誰も何も期待はしてないと思いますけど、まあ最近どこかでちゃんと言わなきゃと思いながら全然言えてなくて、この動画、このチャンネルは私が日々手芸を楽しんでいる動画というチャンネルなんですよね。だからもちろんレクチャーではないし、何なのよって思われるかもしれないかなーみたいな、そんな感覚もちょっとあったりするチャンネルですもうね、ずっと見ていただいてる方は知ってるわいって感じですけど、私もまだまだ葛藤していますけどね。こんなチャンネルでいいんだろうかみたいな。でもいいもんも何もこれしかできないから、もうこれしかないんですけど、だからこそちゃんとその自分で自分を認めるためにもこういうチャンネルです、このチャンネルはこういうチャンネルですっていうことをきちんとで説明しておく方がいいのではないかと時々思うわけですね。はい、ということなので、その一つの動画で何かが完成、まあ完成の時もありますけど、毎日違うことをやってますけど、毎日一つ完成するというわけではなくて、こう時々新しいものが始まりつつ、毎日何かしら見かけを編んでいるみたいな、そういうチャンネルです。そして私が喋りたいことを喋っている。まあなんか一緒に編んでます、一緒に編みましょうみたいな、編みましょうっていうか一緒に編んでるつもりになれるかもしれないという感じでしょうか。今日はこんなことをしてましたよみたいなね、そういう毎日の私の手芸の時間
という意味で本日の手芸という風なタイトルにしている感じです。はい、ということなんですけどもね、ちょっとやっぱこの色にやられてんだな私。21センチとか、横が21センチで、今高さが15センチということなので、すごくミニバッグですよね。まあでも、飲み物とスイーツとかなら入るでしょ。そういうコンビニエコバッグです。そのつもりになってきました。はい。ということで、今日はコットンライクのミニバッグを、編んでいる動画になりました。おしまいです。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。